지방 나가 그 노래 그래 그 노래 그래 이 슈가 바이바이 어우야 문화 충격 お昼食べに来ました。私は今日自由ですね、すんちゃんは。今日私出ます。ウェバカの。今日夜遊んだんじゃ。今ランチ食べに来たんですけど、これからすんちゃんもお友達と遊びに行くから、ご飯ね、いるから。バイバイ。 泣きました。なんで泣くの？なんで泣くの？めっちゃ綺麗だったよ。嘘。ルアン、アッパチンゴや。ルアンにアッパチンゴ。お土産ある？あ、じゃあ揚げたらちょっと良くなるよ。お土産あるよ。カレーうどん。これは？きつねうどん。これは？山かけ？山かけうどん。 はい、この人はあの、うちらの何年だろうね、もう。すごい久々に会う友達ですけどね。5年前にして、今はして、めっちゃ語られてる。今ね、東京、東京出身。そう、いただきます。はい、食べろ。はい。もちもち。 ゆかさん、まやさん、正直言ってくださいね。あの2人旦那もいるんですね。もし旦那が1人で友達と外に1泊しに行ったり遊びに行く、まずゆかからはどうですか？1泊は大丈夫。女の子友達だとちょっと遊ぶって言ったら、めっちゃ仲いい子たちだったらOK。なんか2人は嫌だ。でも2人ちゃんとその子だけとかだったら嫌だけど、だから これ1人で女の子3人だったら大丈夫でしょ。それだったらいいわ。それだったらいい。うん、それだったらいい。どういうことですか。うん、川外出ても一泊しても大丈夫だし、女の子と遊んでも大丈夫ということですね。じゃあ、もうめっちゃ大阪人来ますよ。めっちゃ大阪人はどうかな。泊まりに行くのはいいけど、1対1は嫌かも。じゃあ、1対3は。 ちょっと待って、2対3は良くないとか言って。2対2は？2対2も別にいいけどな、全然。じゃあ何泊まで許すんですか？何泊？3泊4日ぐらい。3泊4日ぐらい。じゃあ、ゆかは？ゆかは一番長くどれぐらい？一番長くどれぐらい？1週間。1週間。 じゃあありがとうございます。3泊4日も。なんかありがとうって言われたらちょっとなんか、うんってなるやん。まあまあそんな感じで、오늘、ゆかが、せいがウェバグを해도된다고해서、ウェバグ。じゃあ、괜찮은가요、ゆか?뭐라하지말고。じゃあ、그러면은、じゃあ、せいが、어떻게、노는지、ゆかの、뭘하는지、오늘은。じゃあ、저는、이제、천천히、뭐、아쉽지만、정말。빵! 川ロアリルが部屋人に정말아쉽지만、本当にね、ゆかとロアン残していくのすごい嫌だけど、ちょっとだけ、まあ、散歩してきます。ちょっとだけね。そうそう、まあ、近くとかにしたり、そんな、そんな遊ぶのもね、そんな変じゃないから。じゃあ、34歳の子供色さんはどうやって遊ぶか、見てみましょう。ありがとうか。 안녕。あとのはだけ残っていくのすごい。したくないね。行かない。行かない。行かない方がい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 い。行か
またね。うん、ありがとう。気をつけてよ、本当に体。ありがとうな。大事にしてよ、本当に。じゃあ、行ってくるか、頑張ってね。行くよ、バイバイ。うん。あ、デビューするって。バラエティか？カズレーマン、何がどう？あ、で、ちょっと、심하지않냐、そこ？はーい。いくか、가마러。あ、이거、고민하고있는내가참、참、좀그런데。어떻게할래？저。가？한번가？아니야？일단좀고민한번해보자。이제처음시작이니까。오케이。リアルめなスタメン。うん、でもね、結構そういうの好き。え、かわいい顔してた。よかったね。よかった。見てみよう。
프리미엄 4만 할인 공식 방송 중. 오우야, 오우야, 어야 이게. 야, 완전 자동인데 이거? 야. 야, 괜찮다. 야, 이런 것까지 설명을 해줘? 야, 너무 감사하잖아, 이거. 올라가 볼까? 응? 야, 씨, 뭐, 이거? 어? 점점 갈수록, 뭐야, 이거? 아, 난 이런 타입이 참. 넌 누구야? 야, 이게. 살벌하다, 진짜. 야, 이건 문화 충격. 야, 기념품 하나 사야 되지 않겠냐, 그래도? 육갓츠 먹으라고 완전 나 한국인 관광객이다 진짜. 일본 초보 관광객. 이렇게 한번 해야죠. 자, 잘 먹겠습니다. 끝. 왜 막은 모습? What? 집에 들어가야죠, 여러분. 응? 그치? 뭐 아주 잘 놀았습니다. 일단 뭐 1박을 원래 해도 된다고 했지만 마음이 아프네요. 빨리 들어가야 뭐 미래를 볼 수 있는 남편이 되기 때문에 차가 끊기 전에 친구와 함께 한 잔 마시고 우리 유카와 노한이가 있는 돌아가겠습니다. 이렇게 기회를 줘도 마음이 불편해요, 마음이. 일찍 집에 들어가는 착한 남편이 되겠습니다, 여러분. 뭐 하루 이렇게 일본에서 논다면 뭐 이런 식입니다, 여러분. 유카는 어떻게 놀았는지 모르겠지만 뭐 저는 이걸로 만족합니다. 또 언제 이런 날이 또 올지 모르겠지만 뭐 이렇게 소소하게 오늘 하루를 끝마치고 숙소로 돌아가 보도록 하겠습니다. 유카 고마워. 숙소에서 봐. 다음 영상에서 봬요.